ムーアズクリーク橋の戦いは、アメリカ独立戦争中の1776年2月27日、ノースカロライナのウィルミントン近くで行われた戦闘である。ノースカロライナ植民地のパトリオットが、スコットランド系のロイヤリストに勝利した結果、アメリカ独立のための政治的支援体制が確立し、その軍隊への徴兵数を増すことになった。ノースカロライナ植民地におけるロイヤリストが、 地元から徴兵する動きは、歴史ン,ン・コンコードの戦いの知らせが入った時から始まり、同じように、パトリオットの方も、大陸軍と民兵隊の組織化を始めた。1776年1月、イギリス軍がこの地域に遠征を計画しているという知らせが入り、総督のジョサイア・マーティンは、その到着に合わせて、ロイヤリストの民兵隊を結集させるよう命令した。 パトリオットの民兵と大陸軍の部隊がその五流を阻止すべく動員され、いくつかの経路が封鎖されたので、装備がお粗末なままのロイヤリストは、ビルミントンから約18マイル北のムーアズクリーク、橋でパトリオットの部隊との衝突を強いられた。2月27日早朝に行われた短時間の戦闘で、スコットランド系のロイヤリストが刀を振りかざし橋を渡って突撃したが、 マスケット銃の一斉射撃にあった。ロイヤリストの指導者一人が戦死し、その他捕虜になった者も,も多く、全軍が散り散りになった。その後の数日間多くのロイヤリストが逮捕され、それ以上徴兵しようという動きを封じた。その後のオスカロライナ植民地が軍事的脅威にさらされたのは1780年になってからであり、1781年に、 イギリス軍のチャールズ・コーン・ウォリスがこの地域でロイヤリストを徴兵しようとしても、ムーアズ・グリーク橋の戦いに関する記憶とその後の動きによって動けなくなっていた。1775年初期、13植民地の中で政治と軍事の緊張が高まり、ノースカロライナ植民地の総督ジョサイア・マーティンは、ノースカロライナ内陸部に入っているスコットランド系開拓者と同調的なヨガし指 および海岸部で不満を抱いているロイヤリストと結びつけて大規模なロイヤリスト軍を構築し域内のパトリオット同調者に対抗させようとした。マーティンはロンドンに1000名徴兵の許可を請願して拒絶されたが、ロイヤリストの支援を急合する動きを続けた。これと同じ頃、スコットランド出身のアラン・マクリーンが北アメリカ中でスコットランド系ロイヤリストを徴兵する許可を 国王上寺賛成に働きかけて成功していた。4月には北アメリカに住む退役したスコットランド系兵士を徴兵してロイヤルハイランド移民隊と呼ばれる一個連隊の結成許可を王室から取得した。そのための一個大隊はニューヨーク、ケベック及びノバスコシアの各植民地を含む北方の植民地で徴兵することとし、二つ目の大隊は 数多い元兵士が土地を与えられている、ノースカロライナなど南部の植民地で徴兵することとされた。マクリーンは6月にトマス・ゲージ将軍から任務を与えられた後、6月17日に行われたバンカーヒルの戦いにも参戦した、古参士官のドナルド・マクロードとドナルド・マクドナルドを南部に派遣して、そこでの徴兵活動を推進させた。 これらの徴兵担当者は、有名なジャコバイトのヒロイン、フロラ・マクドナルドの夫である、アラン・マクドナルドがすでに来た、アメリカで活発に徴兵活動を行っていることにも、気づいていた。徴兵担当者が、ノースカロライナのニューバーンに到着したことで、現地の安全委員会の委員は疑念を抱いたが、彼らを逮捕することまではしなかった。1776年1月3日、マーティンは、 ヘンリー・クリントン将軍の指揮で2000名以上の部隊が南部に派遣される計画があり、その到着は2月半ばに予測されていることを知った。マーティンは徴兵担当者たちに徴兵した兵士を2月15日までに海岸部まで送ることを期待しているという伝言を送り、アレクサンダー・マクリーンにはその地域での協調行動を取らせるためにクロスクリークに派遣した。 マクリーンはマーティンに5000名のヨナオシ島と1000名のスコットランド出身者を組織し装備させられるという楽観的な報告を行った。2月5日にヨナオシ島とスコットランド系の指導者がクロスクリークで会合した時にその後の進め方について意見の不一致があった。スコットランド系は部隊を集結させる前にイギリス軍が実際に到着するのを待ちたいと考え、一方ヨナオシは 即座の行動を望んだ。与直し党は5000名の部隊を立ち上げられると主張していたのでその見解が主流となったが、スコットランド系は700名から800名を立ち上げられるだけと考えていた。この部隊が2月15日に集結した時、総勢は約3500名になったが、その後の数日で勢力は急速に減っていった。多くの兵士は、 イギリス軍と出会って護衛されることを期待しており、海岸に向かう途中で戦わなければならない可能性を考えてはいなかった。3日後に興奮している時、ドナルド・マクドナルド巡将は1400名、内視1600名の兵士を率いていたが、大半がスコットランド系兵士だった。この勢力は、火が重なるにつれて脱走する者の,の数が増加しさらに減っていった。 クロスクリークで会合が行われたという知らせは、その数日後にパトリオット側ノースカロライナ植民地会議の大議員にもたらされた。植民地会議は第二次大陸会議の決議に従い、1775年秋に大陸軍のノースカロライナ第一連隊を立ち上げており、ジェームズ・ムウーアにその指揮を委ねていた。 ウィルミントンとニューバーンの地方安全委員会もそれぞれアレクサンダー・リリントンとリチャード・キャズーエルを指揮官とする民兵隊を組織していた。2月15日、パトリオットの部隊は動員を始めた。初期の動きを示す地図 A、ムーア隊のウィルミントンからロックフィッシュクリークへの移動 B、マクドナルド隊のコルベットフェリーへの移動 C、キャズーエル隊のニューバーンからコルベットフェリーへの移動ムーアは、 ロイヤリストの部隊が海岸に到着するのを阻止することを目指し、ウィルミントンから大陸軍病650名を率いて出た。この部隊は2月15日にロイヤリストの宿営地から約7マイルのロックフィッシュクリークの南岸で宿営した。マクドナルド将軍はその到着を知り、ムーアにマーティン総督が発した宣言書と反乱者に武器を置くことを呼びかける文書の写しを送った。 ムーアは、ロイヤリストが、彼らの武器を北陸会議の指示に回るよう促す、独自の呼びかけで答えた。一方でキャズウェルが、ニューバーンの民兵800名を率いてこの地域に、向かっていた。マクドナルドは、その好ましいと思った道が、ムーア隊に塞がれたので、ウィルミントンから約18マイルにあるウィドウ、ムーアズクリーク橋の方向に行き着くことになる、別の道を選んだ。月日、 マクドナルド隊は、クロスクリークで、ケープフェア川を渡り、ムーア隊が使えないように特に使った船を破壊した。この部隊は次にサウス川を渡り、ブラック川の渡し場である、コルベットフェリーへ向かった。キャズウェルはムーアからの命令に従い、その渡し場に真っ先に到着して、そこに防御物を構築した。ムーアは、キャズウェル隊が敗北したり回避したりされる事態の予防処置として、 リリントンに、ウィルミントンの民兵150名、ジョン・アッシュ大佐に、ニューハノーバー・シガン・ヘイ・レンジャーズ中隊の100名をつけて、ウィドウ・ムーアズ・クリーク橋に陣地を構えるよう派遣した。これらの部隊は、強行軍で移動し、ケープ・フェア川の南岸を、エリザベスタウンまで進んで、そこから北岸に渡った。そこからは、ブラック川とクロスクリークの合流点に降り、クリークの東岸で残豪を掘り始めた。 ムーアは別の民兵中隊を派遣して、クロスクリークを占領させ、大陸軍病には、リリントンとアッシュの部隊の後を追わせた。この部隊も同じ経路を通ったが、戦闘が終わるまでに到着できなかった。マクドナルドとその部隊が、コルベットフェリーに到着した時、そこの渡し場が、キャズウェル隊に封鎖されていることが分かった。マクドナルドは、戦闘に備えさせたが、 土地の奴隷からブラック川を数マイル遡ったところに二つ目の渡し場があると教えられた。2月26日、マクドナルドは公衛部隊にとかを計画しているように見せる陽道、行動を命令し、一方で主力を率いて二つ目の渡し場に向かい、さらにムーアズクリーク橋に進んだ。キャズウェルはマクドナルド隊がすり抜けようとしていることに気づくと、 その兵士をわずか数時間で10マイル先のムーアズクリークに急がせ、そこでマクドナルド隊を叩こうとした。マクドナルドは兵士の一人に急戦の旗を持たせてパトリオットの宿営地に行かせて降伏を要求させ、ついでにその放御の度合いを探らせた。キャズウェルは降伏を拒否したので、その死者はパトリオットの防御度に関する詳細の情報とともに戻ってきた。 ムーアズクリーク橋に向かう動きを示す地図 A、キャズウエル隊の動き B、マクドナルド隊の動き C、リリントンとアッシュ隊の動き D、ムーア隊の動きキャズウエル隊は橋の西岸にいくらか残豪を掘っていたが、そこはパトリオットにとって利点のある場所ではなかった。その陣地は唯一の退路が狭い橋を渡っていくことになる場所を守ることを強いるものだったので、 マクドナルドは地図を見たときに、パトリオット側の明らかな不利を認識できた。ロイヤリストはその夜に開いた、作戦会議で攻撃を決断した。別の渡し場を探すことは、ムーアタイがこの地域に到着する時間を与えて、しまうからだった。その夜キャズウェルはその陣地を捨てて、クリークの反対側に陣地を構える決断をした。ロイヤリストが橋を使うときに事態を難しくさせる。 ために橋の板を外し、手すりにはグリースを塗った。ロイヤリストがムーアズクリークに到着した時までに、その部隊は700名、ないし800名に限じていた。この中で約600名がスコットランド系であり、残りがヨナウシ島だった。さらに後軍は年取ったマクドナルド将軍には酷なものだったので病気になり、指揮権をドナルド・マクロード中佐に渡していた。 ロイヤリストは2月27日の午前1時に宿営地を畳んでそこから数マイル先の橋に向かって行軍した。この部隊が夜明けすぐ前に到着した時、橋の西岸の防御陣地が放棄されていることが分かった。マクロードが部隊兵に近くの樹木の背後で防御船を張るよう命じた時、川向こうにいたパトリオットの保障がキャズウェルにロイヤリストの到着を知らせるために、 マスケット銃を発砲した。この音を聞いたマクロードは即座に攻撃開始を命じた。夜明け前の霧の中でスコットランド系中隊が橋に接近した。橋越しに呼びかけられたスイカの恋に対する反応としてアレクサンダー・マクリーン大員が自分は国王の友人だと叫びゲール人に対する挑戦の気持ちも表した。これに対する答えがなかったので マクリーンは部下の中隊に発砲を命じ、パトリオットの保証との間に銃撃戦が始まった。マクロード大佐とジョン・ギャンベル大尉が選別した抜刀の中隊を引き、橋を越えて突撃をかけた。キャズエルは前夜に橋の一端を囲む半円形の土盛りを構築しており、そこに小さな野砲二門を据えていた。スコットランド系中隊が、 どもりから30歩に迫った時、パトリオットがイヤホーを発砲させ、すさまじい効果を上げた。マクロードとキャンベルは共に一斉射撃の中で倒れた。ムーア大佐はマクロードが20発以上のマスケット弾を受けていたと報告した。キャンベル中隊の生き残った兵士は橋の向こうまで交代し、ロイヤリストの部隊は恐怖に疲れて散壊した。パトリオットは この成功につけ込んで素早く、発進板を戻し、追跡を始めた。キャズーエルの副官の一人に率いられた勇敢な、中隊が橋より上流でクリークを渡り、退却するロイヤリストの側面をついた。ムーア大佐は、戦闘が終わってから数時間後に戦場に到着した。その報告書では30名のロイヤリストが戦死、または負傷したと記していたが、 多くの者がクリークに落下したに違いなく水にさらわれた。彼らの損失は50名になると思うとも書いていた。戦闘後の数日間でパトリオット部隊は逃亡するロイヤリストの総統を続けた。全体で約850名の者が逮捕された。その大半は仮釈放で解放されたが、主導者たちは囚人としてフィラデルフィアに送られた。 クロスクリークのロイヤリスト宿営地を確保したことで、パトリオットは1500丁のマスケット銃、300丁のライフル銃及び、スペイン機に15000ドルを押収した。これらの武器の多くはおそらく狩猟用のものであり、ロイヤリストの放棄に直接関わらなかった人々から取り上げられたものである可能性がある。この戦闘の結果で、パトリオットの側に徴兵を促進させる効果が生まれ、 ノースカロライナ中のロイヤリスト指導者が多く逮捕されたことでパトリオットが植民地を支配するようになった。この戦闘はノースカロライナにスコットランド系社会に大きな影響を与えた。独立戦争の後半で武器を取れという呼びかけにもロイヤリストは放棄を拒否しパトリオットの隣人による略奪行為によって多くの者がその家から叩き出された。 フロラ・マクドナルドは1779年に故郷のスカイ島に戻り、イギリス軍のチャールズ・コーン・ウォリス将軍が1781年にクロスクリークを通過したとき、住民の多くが馬で、宿営地に来て私と握手し、我々に会えて嬉しいと言い、大陸軍のグリーン将軍を破ったと言った後で馬に乗って家に帰ったと報告した。この戦いの知らせがロンドンに届いたとき、 様々な反応があった。ある知らせでは、正規兵が関わっていなかったのでこの敗北を過小に報告しており、またある知らせでは、劣勢なパトリオット部隊がロイヤリストを破ったとしていた。ロンドンでこの戦争を遂行するための責任者だった、ジョージ・ジャーメイン教はこの戦いが完敗であったにも、かかわらず、ロイヤリストを集めれば、そこそこの部隊になると確信したままでいた。 ロイヤリストたちが落ち合うことを期待していたイギリス軍は、皇帝がかなり遅れており、2月中旬までアイルランドの航空を出発していなかった。その輸送船団はさらに遅れ、悪天候のために散り散りになったので、全部隊がケープフェアに着いたのは5月になってからだった。その船団が集結した時に、ノースカロライナの植民地会議は、ハリファックスで会合を開き、4月初旬には、 植民地で最初の独立宣言を決議した。イギリス軍のクリントン将軍はその部隊を使ってサウスカロライナのチャールストンを占領しようとした。しかしサリバン島の戦いでその試みがついえた。このためにイギリス軍は南部植民地を支配しようとする試みを中断し、再開したのは1778年後半になってからだった。 この戦いの戦場は19世紀後半に詩人によって保存され、その後は州の財政的支援を受けるようになった。連邦政府は1926年に戦場跡を引き継ぎ陸軍省によって運営される国立軍事公園に指定した。陸軍省はこの公園を1933年まで運営し、その後はアメリカ合衆国国立公園局が ムーアズクリーク国定戦場として管理を始めた。1966年にはアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。毎年2月の最終週の週末にこの戦闘の記念行事が行われている。この戦闘に関する初期の資料では戦闘に関わった両軍の勢力を誤って報告していることが多い。よくある報告ではロイヤリスト1600名。 パトリオット1000名としている。この数字は現在でも国立公園管理局が用いている。しかし歴史家のデイビッド・ウェイルソンはロイヤリストの数が大きいのはマクドナルド将軍とキャズウェル大佐の報告によるものとしている。マクドナルドはその数字をキャズウェルに伝えており、クロスクリークで公軍を始めた時の推計値として妥当なものだった。クロスクリークでも戦闘でも参加していた。 アレクサンダー・マクリーンは戦闘の時にわずか800名のロイヤリストしかいなかったと報告した。これはマーティン総督も同じである。パトリオットの部隊はキャズエルがジョン・アッシュのレンジャー部隊をリリントン中隊の一部と報告したために少ない数字になっている。ありがとうございます。